元エージェントリコ・ロドリゲス。メディチ撤退後、消息は不明とされていました。これまで国家元首6人を打ち破り、ブラックハンドとは過去に対峙しており、サン・エスピリードではメンドーザ大統領を暗殺、2度目はメディチでディラベロが追放されています。協力者トム・シェルドンなどエージェンシーの関与はあれど、メディチ解放には個人的な動機があったと思われます。その男の話なら前にも聞いた。試験も控えているんだ、要点を言ってくれないか。かしこまりました。情報によると、男の父親はミゲル・ロドリゲス。うちにいたミゲルか。ええ。ほう、それで？ソリスに来ています。今あれが親父の兵器か。プロジェクトイアパよ。優しい父だった。科学者だが決してこんなものを作る人じゃない。私の叔父もそうよ。だが二人は死んだ。謎を残して、ん、答えを見つけに行こう。一人では無理だわ。私たち仲間が協力して。こういうのには経験がある。今回は違う。天気が悪いくらい。天気が悪いなんてもんじゃない。私の話を聞いて。ミラ、計画は大きいほど崩れやすい。俺一人で十分だ。いいか、コンソールにつないだらエスピノーサをすぐに見つけてくれ。奴を問いただし、イアパを崩壊させる。どうだ。ん、はあ、幸運を。首を洗って待ってろよ、エスピノーサ。聞こえるか。よく聞こえるわ。私は安全な場所からあなたの状態を監視する。行き止まりだ。乗り越えられそう？よし、次はどこに行けばいい？谷の向こうの明かりに向かって。でかいな。より良い世界のためにって触れ込みでね。これで天才に悩まされることはなくなるって。ソリスの島民はそれを信じた。今日がプロジェクトイアパ最後の日だ。成功すればね。するに決まってる。やったぞ。じゃあ配管をたどって進んで。いよいよブラックハンドとご対面ね。顔を合わせなら済んでるよ。今から向かう。
ぜこんな大量の武器が。ブラックハンドはそれだけ重武装ということよ。邪魔して悪かったな。ブラックハンドはエスピノーサのお抱え傭兵部隊、精鋭だらけよ。施設軍隊ってわけか。それも超優秀な。それはどうかな。敵を見失った。持ち場に戻れ。突き出した岩が見える。そのルートで合ってる。越えられそう？楽勝だ。到着した。リコ、そのずっと先にコンソールがある。どうやってそこまで行けばいいかは。なんとかするさ。つけたぞ。繋いでエスピノーサの居場所を突き止める。繋いだぞ。コンソールのそばを離れないで。接続が切れちゃうから。全部隊ネットワークに敵からのアクセスを検出した。侵入者は必ず排除。敵を近づけないで。エスピノーサはすぐに見つける。全部隊侵入者を殺せ。やってみな。セキュリティを突破する。あと数秒持ちこたえて。今こっちでエスピノーサを探してる。もうゆっくり。さすがにもう生きてはいまい。奴を侮ってはいけません、セニョル。
念には念をだな。はい、エスピノーサ様。プロジェクトイアパのお披露目だ。やれ。わかりました。コアがチャージされるまでもう少しかかる。それまで奴を可愛がってやれ。こちらモラレス司令官、侵入者を確認。イアパ防衛システムを始動。全砲塔攻撃用意開始。空港でリコといた女、あれは例の？はい。では始末しろ。お任せを。グラップルがやられた。ウィングスーツにパラシュートも、あと肋骨もだ。処置をしたい。エルアビスモに道具がある。今どこ？森だ。どこかな？こっちの座標を送る。届くといいけど。来た。すぐ行く。グラップリングがないとなんかしっくりこないな。二度とよ。あそこがそうか。イアパみたいな街は見たことがない。ちょっとあんた、ミラが言った通りかもしれん。近寄らないで。エルアビスモに着いた。よくこんなところに住めるな。高所恐怖症？違うが、普段はパラシュートをつけてるからな。問題ない。ブラックハンドのヘリか。嫌な予感がする。
ひどい顔。大丈夫？ブラックハンドが村を包囲してる。よくあるのか？ほとんどない。誰かさんが気象基地を襲ったのかもね。道具は？ありがとう。プロジェクトイヤパは一人じゃ無理だ。でしょうね。俺のせいだ。間違ってた。それは信号？エージェンシーは辞めたんじゃなかった？手を貸してくれ。イヤパにどう立ち向かう？ブリザードとあの砲台がある限り近づくこともできない。ちょっと考えがあるの。どんな？待って、静かに。この村の運命は諸君の行動にかかっている。私はモラレス司令官。エル・アビスモには目をつぶってきた。犯罪者たちの根城となった村の存在をソリスの秩序と正義を守るためあえて許してきたのだ。しかし昨夜プロジェクトイヤパに対するテロ攻撃が発生した。この村の者が共謀し犯人をけしかけたのだ。あれは？ガブリエラ、私のおじさんを殺した女よ。俺のことも知ってる。ミラ・モラレスが直ちに投降しなければ徹底的な捜索を実施するほかない。全ての家、住民一人一人を調べ上げ、あらゆる違法行為を厳しく追及していく。お前、ルイス、ミラはどこだ？どこだ？させないわ。ガブリエラ、今すぐ彼を離して。腰抜けではないようね。こんな娘を持ったおじさんが不憫で仕方がないわ。裏切り者は裏切り者同士監獄で。嘆いてなさい。女をヘリへ。ミラ！おい、動くな！ついに革命が始まるわね。人々を巻き込んでよかったのか？プロジェクトイヤパを倒すには人手がいるわ。ああ、それに銃もな。ああ、この先に廃工場がある。行くか。カスキオス・バキオス、数年前までブラックハンドの武器を製造してた。調べてみよう。ルイスだな。人集めを頼む。戦いたい奴は誰でも歓迎だ。よろしくな、サルエント。光栄だ。ミラ、装備を確認したい。工場で会おう。
うまくいくといいんだが。完璧だ。行こう。ルイスじゃなくてサルヘントだ。ミラと俺はカスキオス・バキオスにいる。あれがそうか。サルヘントとイージーが調査してくれたの。工場の稼働にも力を貸してくれるわ。イージーって？こんにちは。ハッカーやってます。いや、なあ、そいつを。AR レンズにアップロードでしょ。ミラから聞いた。もうできてる。AR レンズだって？目玉の中にコンピューターを仕込んでいるのか？そんなところだ。始めるとしよう。サルヘント、あなたの出番よ。よし、ミッション開始だ。その工場を稼働させる必要があるんだが、電気室のドアが予備発電機によってロックされている。ミッションか。分かったよ。 AR レンズでナビゲートする。ぼやぼやしてるとガブリエラがまたブラックハンドの部隊を送り込んでくる。この人たちに早く武器を与えてあげないと。守りが厳重だな。なんとかできそうか。グラップリングでカバーを剥がせそうだ。これで本体を攻撃できそうだ。発電機を破壊。やった。よし、あと2つだ。場所はわかるな。最後の1つだ。全て破壊したぞ。ドアが開いた。敵のヘリと部隊がこっちに向かってる。ここを稼働させないと棒切れと石ころで戦う羽目になるわ。入るぞ。ブレーカーを操作して。グラップリングを使うか。あったぞ。オンになったぞ。ブラックハンドがそこまで来てる。早くマスターオーバーライドを操作して。工場が稼働したぞ。全員を集めてくれ。指示を出して。
おかげで銃の用意も間に合った。ブラックハンドは川の向こうにまで来てるわ。攻勢に出るには兵が足りない。どうする？俺たちはあんたを見て戦いに参加した。カオスを起こすんだ。それを見て人が集まるカオスの軍団だ。それが狙いだったのか。オスカル・エスピノーサは独裁者よ。奴に逆らえば家や仕事を失う。その上にあのブラックハンドまで立ちはだかるのよ。リコ、私たちの目的は同じ。この戦いに協力してくれたら、あなたをエスピノーサに会わせてあげる。わかったよ。作戦を聞こう。まずは俺に考えがある。詳しいことは AR レンズに送る。カオスの軍団か。ああ、カオスアーミーだな。